今日は、マイクラに鬼滅の刃モッドのバージョン2が出たので紹介します。オルカ3番です。今回は、新しいアニメーションが追加されました。戦闘モーションがかっこいい。導入はちょっと苦労しましたが、アニメーションとかでモッドを入れることができました。しかも、前のバージョンのワールドも、そのままコピー OK です。導入手順は、この通りです。順に説明します。最初は、法事のインストールです。Google で法事、ダウンロードと検索すれば出てきます。バージョンは、 47.4。0 47. です。インストーラーを選択してね。少し待って、赤くスキップと表示されたら選択してね。ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、インストールします。OK を押せば、法事のインストールは完了です。次はマイクラを立ち上げて、起動構成を選択。先ほどインストールした法事の編集を行います。参照を押して、新しいフォルダを選択してください。 場所はどこでも良いですが、この場所は後で使うので覚えておいてね。ここでは、新しいフォルダに変えてみました。保存をしたら、プレイを選択し、一度、マイクラをプレイしてください。そうすると、先ほど覚えてねと言ったフォルダ以下が次のようになります。今、表示されている MOD というフォルダとシェダーパックというフォルダは覚えておいてね。次は、MOD の導入です。全部で4つの MOD を入れます。 影モッドが不要な場合は、鬼滅の刃本体と技のアニメーション追加のモッドだけでも大丈夫です。モッドはこのサイトからダウンロードしてね。アドレスは説明欄を見てね。参考に鬼滅の刃本体のモッドをダウンロードします。サイトに行き、フォージを選択、バージョンを1.20、1とし、ダウンロードします。しばらく待つとダウンロードされるので、保存してね。 ダウンロードしたファイルは、先ほどの MOD フォルダの中にコピーしてください。このような状態にします。この状態でマイクラを起動しても鬼滅の刃 MOD で遊べます。最後は、影 MOD を入れたい人向けです。まず、影 MOD のサイトに行きます。アドレスは説明欄を見てね。影 MOD はいくつもありますが、今回は、軽くて綺麗なおすすめの MOD です。それは、シルダーズ、ブリリアントシェダーです。ファイルを選択し、バージョンを1.20、1とし、 ダウンロードします。こちらもしばらく待つとダウンロードが始まり保存します。あとは、そのファイルをシェダーパックフォルダの中に入れてね。これで準備完了。マイクラを起動しましょう。マイクラを起動し、設定を選択します。ビデオ設定を選択し、下にあるシェダーパックを選択。シェダーのファイルがあれば、OK です。適用を押しましょう。ない場合は、パックフォルダを開くを選択し、 そのフォルダの中にシェダーファイルがあるかを見てください。シェダーパックまで入れた人はこのように海や空が綺麗になっていれば OK です。鬼滅の刃を入れた人は昼間でも炭治郎が歩いているので見つけてみてください。最後に、シェダーが重くて画面が固まる人はメモリ不足の可能性があります。対策方法の動画は説明欄に書いているので見てね。今日はここまで。ではまたね。バイバイ。